そのヒューマンエラーを起こさないような、この教授もデジタル庁に哲学がないと、問題になってる中身様々です。それについて、それで5年間で43兆円もの大軍拡、防衛予算の倍増、なんですぐ出て丁寧じゃなくて、様々なことを検討すると言ってるんじゃないですか。何言ってるんですか。何言っておかしいですよ。即興止めてください。田村智子さん。四共産党の田村智子です。今日は岸田総理に立ち止まる決断をしていただきたい。マイナンバーカードの問題です。医療情報、年金情報、公的公金受取口座、別の人の情報が大規模に紐付けられ、マイナ保険証も医療機関でのトラブルが後を絶ちません。総理、今国民が安心してマイナンバーカードを使える状況だと思われますか。一旦マイナ保険証もマイナンバーカードも運用を止めて問題の解決に集中する、この決断が必要だと思いますね。医療保険のこのオンライン資格確認の誤登録については、この新たな誤登録事案の防止策及び登録されたデータの総点検を行うことにより、正確なデータ登録の徹底、これを図ってまいります。そして保険証の廃止について、様々な意見があること、これは承知しております。しかし、マイナンバーカードを保険証、健康保険証として利用することにより、様々なこのメリットがあります。健康保険証の廃止時期、これは来年の秋を設定しております。来年の秋、1年以上先を睨みながら、国民の皆様の不安を一つ一つ解消しながら、こうしたメリットを実現することが重要であると考えております。その医療情報もね、全数検査、これやるの8月以降だって言われてますよね。でまたね、今じゃあ誤った情報登録されてないかどうかマイナポータルで自分でも確認してください。誤った情報が紐付けられていたら、その場で別の人の情報見れちゃうってことなんですよ。ダダ漏れ状態になってるんですよ。先週河野大臣は責任があるから自らを処分すると参議院で答弁されました。でもね、自らを処分されたところで問題の解決には何にもならないんです。運用を止める以外に道はないんですよ。中央大学の宮下博史教授、デジタル化で遅れを取るわけにはいかないというのはその通りとしつつ、進むスピードが間違っている、スピードが速すぎて事故が起きている、河野氏はアクセルを踏むばかりだがブレーキを踏みながらデジタル化を進めることこそ必要と指摘をされています。今がブレーキを踏むチャンス、ラストチャンスです。このまま健康保険証を廃止して突き進んだら、問題はもうもっとと大きくなる、不可避なんですよ。政府への信頼も崩壊しかねません。ミスを重ね、問題を放置して、ただただカード普及に邁進してきたデジタル庁、総務省、厚労省、ここがね、マニュアル改定だなんだと通知をどんどん出す。これではね、現場に不信と負担が増えるだけだと思います。一旦立ち止まる。第三者も入れて徹底的な検証をやる。これ絶対必要だと思う。総理どうですか？この国務大臣。いろいろな事案が起きてご迷惑をかけているのは事実でございますが、マイナンバーあるいはマイナンバーカードの仕組みやシステムに起因するものは一つもございません。これまでの事案の中で、システムが原因になっているのは、コンビニでの証明書の誤交付の案件でございまして、これについては対象となります123の地方自治体すべてで一度システムを止めて確認をしております。今日現在123の自治体のうち122の団体でチェックが終わり、残る横浜市も6月の17日までにはチェックができる、その予定になっております。マイナポイントと公金受取口座につきましては、これはログアウト忘れが原因でございます。ログアウト忘れを防ぐためのシステムがマイナポイントではもうすでに稼働しておりますし、公金受取口座につきましてもログアウト忘れを防ぐためのシステムの開発をしておりまして、6月中には導入することができるようになっております。また保険証の紐付けにつきましては、これはマイナンバーを登録の際に提出をいただかなかった、これが原因でございましたので、6月1日には厚労省が省令を改正をして、保険の情報の登録にはマイナンバーを出していただくということが義務付けられるようになりましたので、これから新しい誤登録というのは起きません。つまり必要なところはきちんとブレーキを踏んで
確認をしておりますし、ヒューマンエラーが原因になっているものについては、そのヒューマンエラーを起こさないような仕組みを入れているところでございます。そもそも誤登録ができてしまってエラーにもならないって、これでいいのかって声が起きてるじゃないですか。宮下博さんもね、この教授もデジタル庁に哲学がないとここまで指摘されてるんですよ。パネル見てください。今どんどんね、見直せという声ですよ。法律が成立したからといって制度の見直しは不可能だと考えるのは早計だ。政府は1980年納税者番号の一種グリーンカード制度を導入する法律を成立させたが、政財界から批判が噴出したため5年後に法律で廃止した。マイナ保険証の見直しは今からでも遅くはない。トラブルの原因を解明し再発防止に努めるのが先決だ。当初の予定通り選択制に戻すのも一案だろう。新聞赤旗じゃありません。読売新聞の7日の社説です。政府は一度立ち止まってシステムを徹底的に点検し信頼の回復に努める必要がある。マイナ保険証への一本化は国民の生命や健康にも影響する。混乱回避のためにスケジュールありきではなく実施時期は柔軟に対応すべきだ。産経新聞10日の社説です。政治的な立場を超えてこれだけ立ち止まれの声が起きているんですよ。総理、これを様々な意見などと言って聞き流すおつもりですか？総理です。岸田総理大臣。はい、これまでもこのマイナンバーカードを、まあ、健康保険証として利用することのメリットについては再三、説明をさせていただいております。国民の皆さんにより良質な医療を提供するためにも様々なデータを活用しなければならない。このマイナンバーカードと健康保険証の一体化、これは大変重要であるということを申し上げています。しかし、委員ご指摘のように、そして今世の中からご指摘がありますように、こうした、まあ、誤登録等のについてはこれは、重く受け止めなければならない。よって先ほど河野大臣からもありました、こうした問題になっている事案はこの内容様々であります。もちろんシステムに問題がある部分についてはしっかり回収をしなければいけないわけでありますが、ヒューマンエラーの部分についてはそれをどう防ぐのか、まあ、これを考えていかなければならないわけですし、そして合わせて家族口座を登録する、これあえて家族口座を登録された方については、これは訂正をお願いしなければいけないなど、問題になっている中身様々です。それについて丁寧に対応することによって信頼回復を図らなければならないと考えております。来年秋まで1年以上のこの期間にわたって、ぜひ、国民の信頼が重要であるという観点に基づいて、政府として、対応を図っていきたいと考えております。つまり聞き流すってことですよね。立ち止まれっていう声を。そうじゃないですか。そもそもマイナンバーカードを持つかどうかは任意で国民の判断に委ねるというのが大原則なんですよ。そこも歪めた。個人情報保護への真剣な取り組みもない。高齢者障害者に困難をもたらすことが分かっていながら保険証を廃止する。何をそんなに焦ってるんですか。破局的な暴走を止めるのは私は国会の役割だと思います。法案に賛成された皆さんもね、こういう声聞くべきですよ。今は立ち止まれと読売新聞の社説の立場に立とうじゃありませんか。そのことも呼びかけたいと思います。残る時間、異次元の少子化対策についてお聞きします。これも時間が本当にないので中身について言いたいこといっぱいあるんですけれども、財源に絞ってお聞きします。3兆円半ばの恒久的な財源を2018年度までに確保する。歳出改革は全世代型社会保障を構築するとの観点からとあります。つまりは社会保障のどこかを削るということでしょうか。加速化プランの5年間で歳出改革の規模はどのくらいになるんですか。歳出改革にあたっては全世代型社会保障という観点から年齢を問わずこの負担能力のある方に協力をいただくことや、企業も含めて社会全体で子育て世帯を支えるという視点は必要であるとは思いますが、しかし歳出改革にはこのサービス提供側の質の向上と効率化、例えば医療提供体制の効率化や介護分野における IT の活用など、こういった取り組みも考えられるわけであります。まあ、こうしたことも含めて具体的な改革工程表を策定してまいりますが、いずれにしましても少子化対策のための歳出改革は全体として国民の負担を軽減すること、これを目指して実施してまいります。これ負担軽減しながら3兆円どっから持ってくるんだって話なんですからね。それで5年間で43兆円もの大軍拡防衛予算の倍増、
これは社会保障以外の歳出改革というんですから、これも社会保障のどこかを削って持ってくるしかないわけですよ。社会保障っていうのは国民の中の一番の関心事ですから、今の説明じゃ全くわからない。こんな説明で来年度の予算に向けてね、あとは政府内で検討しますと、こういうやり方はね、絶対許されないと思いますね。で、この3兆円のうち社会保障費の削減によって 0.9 兆円から 1.1 兆円を持ってくるんだという案がすでに報道されています。で、これパネルに示したのは2002年から5年間の小泉構造改革の時にやられたことなんですよ。規模で言うとこの時と同じ規模になる。この時何が行われたか。診療報酬が何度も引き下げられ、もともと不採算医療だった救急医療、小児科、産科などを直撃しました。病院の産科が次々となくなって、2006年には救急搬送先見つからず妊婦さんが死亡するという痛ましい事故が2件起きたんですね。介護報酬の大幅引き下げは介護職員の低賃金、人手不足を招き、2006年の介護療養病床の廃止で高齢者は行き場を失い、介護難民という言葉まで生み出しました。障害者への介助サービスが応益負担となって、障害が重いほど負担が重くなる、生存権が奪われると、全国の障害者の皆さんが立ち上がって裁判も戦われました。総理ね、この時の影響っていうのは今も続いてるんですよ。自民党のこの方、診療報酬の引き上げ必要だっていう質問されたけれど、本当にできるのか。小泉改革で引き下げがこれだけやられたんですよ。できるんでしょうか。総理ね、さらに社会保障どこか削る、高齢者の負担増やす、高齢者への給付削る、こんなことできますか。どうですか。岸田総理大臣、そもそも、政府においては、全世代型社会保障改革を進めなければならない、こういった問題意識で取り組みを進めてきました。この全世代型、社会保障という観点、これは年齢を問わず、負担能力のある方に協力をいただく、所得や資産の高い方に負担能力に応じて、応じた負担をお願いする、こういったことや、企業も含めて社会全体で、支えていく、こういった視点でありますが、しかし先ほど申し上げたように、こうしたこの負担等のこの議論だけではなくして、この歳出改革にはサービス提供側の質の向上と効率化、この医療提供体制の効率化や介護分野における IT の活用など幅広い取り組み、これが考えられるわけです。こうしたものも合わせて取り組むことによって、この歳出改革のによる財源を考えていかなければいけない。具体的な改革工程表を策定しますと申し上げています。高齢者と子育て世代をね、分断をして、高齢者に重い負担を求める。今だって年収200万以上で医療費2倍になっちゃったんだから。そしてね、医療介護削るようなことがあれば高齢者の人権に関わります。同時に現役世代、とりわけ女性に激烈な痛みをもたらして、少子化もっとひどくなることもあり得る。こういうやり方はね、私やめるべきだ。軍事費2倍と少子化対策は絶対両立しない。このこと申し上げて質問を終わります。日本共産党の伊藤岳です。丁寧に長々ご答弁いただいたけれども、ずっとこの間聞いてきましたよ、そういう話は。ただ私聞いてるのは、マイナンバーカードをめぐるトラブルがこれほどまでに集中的にあらわになってるんですよ。で、大臣はシステムの問題ではない、不具合やミスって言うけれども、先ほどは何ですか、霞が関にはすぐ報告しない文化があるっていう新しい言葉も聞かれましたけど、そんな不具合とかミスとか文化じゃないとか、そんなことで片付けられないでしょう。これ連合審査で私どもの同僚議員が要求した資料ですね。マイナンバーカードの普及利用の推進に関する関係省庁連絡会議の議事概要です。これ大臣の発言です。極端に申し上げれば、一時的な措置であってもデジタル化できるものは例外なくデジタル化して、アナログ対応を徹底的に排除するという政府の姿勢を明確に打ち出していきたい、こう発言しているんですね。そして次の線引きました。マイナポイントという宣伝をしているが、これはいわば邪道であって、本当はやはりマイナンバーカードがあると便利だからといって取っていただくのが王道だと思うと、こういうふうに発言をしているんです。マイナンバーカードの普及ありきで突き進んできたことを、この発言は事実上認めている発言だと思います。しかも王道のはずのメリットについてはほとんど国民のものとはなっていませんよ。今国民の思いはまずは運用を一旦止めて点検をです。ほとんどの新聞がまずは運用を一旦止めて点検を、これ国民の共通の思いだと思います。復旧ありきで見切り発車で突き進んで急がしてきた。大臣、そのあなたの姿勢にトラブルの原因があるという認識はないんですか。システムが原因で起きた
このコンビニの誤交付につきましては、原因となったシステムをすべての123の自治体すべてで一時停止をして、点検をするということをやっております。すでに122では終わっているところでございます。それ以外のトラブルにつきましては、これはシステムの問題ではなくて、人間が介在したことによるヒューマンエラーでございますので、それを防ぐためのシステムを新たに導入をする、あるいは元に戻すと同時に、マニュアルを遵守していただくことを徹底をして、お互いに支援員とご本人が、アカウントがログアウトされているということを、お互いに確認をするということをやっていただいております。いや、聞いてるような大臣の責任ってのはないんですかってことです。つまり制度の不備のまま、見切り発車をしてきた。その責任大臣にあるんじゃないですか？はい、一度入れていた、ログアウト忘れを防ぐためのシステムを外してしまったというのは、これはデジタル庁として大きな責任を負わなければならないというふうに思っております。そうしたシステムがなかった公金受取口座のご登録につきましても同様のシステムの開発をしているところでございますので、まずはこのログアウト忘れというご登録の原因となった典型例を一つしっかり潰していかなければいけないというふうに思っております。またマイナンバー保険証につきましても、このマイナンバーの提供がなかった際に、金氏名と生年月日の2つだけで、当ててしまった。で、結構同じ生年月日、同じ金氏名の方がいらっしゃったことによって、紐付けの誤りというのが起きましたので、マイナンバーをきちんと一緒に、ご情報と一緒にマイナンバーを提出してもらって、それで確認をするということが徹底できれば、新たな誤った紐付けというのは起きないわけでございますから、そういう業務フローの手順というのも改めさせていただいたところでございます。ログアウト忘れとかね、そういう単純なものじゃないんですよ。今日も新聞で IT ジャーナリストの三上博さんがこう言ってます。これは公金受取口座のことです。実際親名義にならざるを得ない赤ちゃんや子供は少なくない、つまり障害を持ったお子さんとかもいますね。政府が制度の不備の、そういう制度の不備を承知の上で登録を急ぐあまり見切り発車でスタートしたことが問題だと IT 専門家指摘してるんですよ。ログアウト忘れなんていう単純な問題じゃないと思います。で、大臣から責任反省の言葉が一切超えてこない。で、これではマイナンバーカードに対する国民の信頼は取り戻せないと思います。大臣、昨年2022年10月13日に現行の保険証を廃止してマイナンバーカードと一体化することを閣議決定の時期を前倒しして2024年秋と大臣表明されました。先日5月31日の連合審査において2024年秋という健康保険証廃止の期限を決めたのは一体誰なのかと我が党の倉林議員の質問に対して明確にお答えなかった。関係閣僚と確認をし発表したと答弁されました。で、この関係閣僚と確認というこの過程の中に総理の指示の下で開催された、先ほど資料でも示したマイナンバーカードの普及利用の推進に関する関係閣僚連絡会議もその関係者との確認の中に位置づけられてるんですか？マイナンバーカードで、受信をしていただくことで。伊藤岳君。大臣、今日はいつになくなんか余計なことが多いんですよね、答弁で。私聞いてることに端的に答えてほしいんですよ。この関係省庁連絡会議というのも関係者との確認の中に入るんですかって聞いてるんです。この議事概要を全部読みましたけれども、この議事概要の中にね、2024年秋という健康保険証廃止の期限を決めたという議事経過は一切出てこないんですよ。これ一体どういうことなんでしょうか？この関係省庁連絡会議では廃止時期及び廃止の理由などは議題にはならなかったということですか、大臣？議事録の通りでございます。じゃあ議事録の通りってなったら、大臣はいろいろ関係者と確認したって言うけども、関係省庁連絡会議でも2024年秋確認してないと今答弁ありました。これ重大ですね。じゃあこの関係閣僚との確認っていうのが、大臣この間から答弁されてるけど、この連絡会議では議事になってないっていうことであるとすると、じゃあこの関係閣僚との確認っていうのはいつ行ったんですか？そもそも関係閣僚とは誰と誰ですか？関係閣僚というのは健康保険事業を所管する厚生労働大臣とマイナンバーカードの発行交付及び管理を所管する総務大臣でございます。で、その関係閣僚の皆さんとの確認の中で2024年秋の保険証廃止の期限っていうのは誰から提案したんですか？河野大臣から提案したんですか？そこは協議の中でそういうことにいたしました。誰が一番最初に言ったんですか？協
協議の中でございます。まあ、その協議の中でって言われるんだけども、この協議の中で2024年秋までの健康保険廃止ということが協議でまとまった。このことは岸田総理に報告したんですか？廃止の時期についてはそもそも総理から指示があってたんですか？10月に総理に報告をしていると思います。報告の前にそもそも総理の方からは2024年秋という時期についての指示はあったんですかと聞いてます。通告ございませんのではっきりしたことはあれでございますが、総理の指示ということではなくて総理に報告をしたということだと思います。これ私びっくりしました。マイナンバー法が可決されたのはついこの間31日のことじゃないですか。大臣は県民表示は本人確認のためのマイナンバーカードのあり方として重要な事項だと関係者のご意見を伺いながら丁寧に検討を進めていくと答弁されていたのに1週間も経たないうちにこれ出てきたんです。で、大臣、国会に提出された法案はこんなすぐに発表されるようなことがあったのに、その内容は法案に盛り込まれなかった。あの可決されたマイナンバー法案、あまりにも国会軽視ではないんですか？ちょっと何をおっしゃってるのかよくわかりませんが、委員会の中でも県民について検討をしていきますということは申し上げておりまして、それをここに書かれている通りでございます。何言ってかわからないっていうのは私わからないんだけど、丁寧に検討していくって言って1週間経ってなんですぐ出て丁寧じゃなくて出てくるんですかってこと聞いたんですよ。で、データ庁にお聞きします。次期マイナンバーカードで本人写真、氏名、住所、生年月日の記載は検討事項に入りますか？何を言ってるかわからないのがわからないというのがわかりません。県民の検討をすると言って県民の検討をするというのが書いてあるわけですから、は当たり前のことじゃないですか。で、何をどうするかというのを検討を開始しますということを重点計画に盛り込んでこれから検討するんじゃないですか。一週間前に丁寧に検討すると言って、なんでその後一週間後にこれは出てくるんですかってことを私言ってるんですよ。聞いてることに答えてください。本人写真、氏名、住所、生年月日の記載は検討事項に入りますか？検討を開始すると言って検討しますというのが書いてあるのは当たり前じゃないですか。何を言ってるんですか。本人の写真、その他何を載せるかというのをこれ検討の対象として検討するんじゃないですか。本人の写真なども検討に入るということですね。で、そうなってくるんですよ。大臣、マイナンバーカードの県民記載事項がこんだけ大幅に変更となれば、つまり本人写真が載らないかもしれないとか、生年月日が載らなくなるかもしれないとか、なればこれ本人確認の運用の姿が今とは全く違ってきますよ。で、例えば自治体窓口での本人確認は、どのように行われると想定してるんですか。例えば写真がない。生年月日がない。どうやってやるんですか？だから、これから県民を検討すると言ってるじゃないですか。その県民を本人の対面の確認に使うか、あるいはこのマイナンバーカードそのものをオンライン上の本人確認に使うか、あるいは新しい暗号技術がどうなるのか、様々なことを検討すると言ってるんじゃないですか。何言ってんですか？即興止めてください。即興起こしてください。ごめんなさい。はい。次期カードの検討を開始するとここに書いてあるわけで、私はこの委員会で新カードの県民の検討をいたしますということをずっと申し上げてきておりまして、ここに次期カードの検討を開始すると書いてございます。で、その検討事項の中に県民のデザイン、あるいは県民の記載事項、性別、マイナンバー、加盟、国名、西暦、電子証明書うんぬんと、これを検討するんですということを申し上げておりますから、これ全部テーブルの上に載せて、名前を書くのか、写真を載せるのか、生年月日をどうするのか、性別をどうするのか、それをこれから検討するわけで、それはマイナンバーカードというのは本人の対面の確認にも使いますし、オンラインでこれは本人だよということを確認するためにも使うわけで、そういう機能を果たすために必要なことは何なのか。あるいは今電子証明書に使っている暗号の技術、今は5年で更新をお願いをしておりますが、このカードと一緒に10年で更新をするならば、どの程度の暗号の強度が必要なのか、そういうことを一つ一つ検討するということをなわけで、それが検討を開始すると書いているわけでございますから、委員会の審議の中でも、これから県民、次期カードの県民の検討をしますと申し上げているわけで、それは言ってることはそのままここに書かれているわけでございます。だから、大臣も丁寧に検討するって言われてるから、だからこの
委員会だって検討の一つの機会じゃないですか。だから聞いてるんです。だから私が聞いたのは、例えばこの検討の中で本人写真を載せるかどうかも検討とかってなってくるとね、でこれどうやって本人確認できるんだろうかって疑問に思うじゃないですか。でそれをちょっと丁寧にお互い意見を交わしたいわけですよ。で例えばですよ、もしその写真を載せないとかってことも検討に入ってくると、今自治体の中に自治体の現場に読み込み機ってありますけど、読み込み機の総入れ替えもしなきゃいけなくなりますね。 IC チップの使用が変わるわけですから。でそうすると相当な費用がかかるじゃないですか。でそんなことも丁寧に検討していきたいんですよ。どうですか。検討するイコール取り除くということではないのは、これは委員もご理解をいただけると思います。いろんなものを載せるのかどうか、例えばマイナンバーを載せるのか、あるいは住所を載せるのか、これいろんな方がいろんなことをおっしゃっております。住所も載せたくない、あるいは住所も載せろ、英語の名前を載せれば海外でも使えるから英語で載せてほしい、あるいは住所を書くと引っ越したたびにこの住所欄が埋まってしまって新しいカードをすぐに取りに行かなきゃいけないのは不便だから住所は載せないでほしい、いろんな議論がございますんで、それを最初からこれはやらないとかこれはやると決めるんではなくて、とにかく全部今県面にあるもの、あるいは県面に新たに載せろと言われているもの、これ全部テーブルの上に載せて一つ一つ議論をしようと。だから顔写真についてももうスマートフォンでも読み込めて、スマートフォンで読み込んだらそこに写真が出るというのがもう世の中当たり前になってるんなら、顔写真はいらないという議論になるかもしれませんし、いやいや2026年そんな世の中になってないというんであるならば、それは写真がなければ本人確認できないよねということになります。事前に何か、これを排除するとかなんとかと決めずに全部をテーブルの上に載せて、一つずつどうするか議論させていただきたいと思っております。一番心配なのはこの本人確認なんですよ。これ重点計画の中では2024年末に運転免許証との一体化も書かれています。で自治体窓口でですよ、こう次期マイナンバーカードを機器を読み込んで本人確認をするということになれば、そこからまた個人の様々な情報を抜き出せる、漏洩するってことも危険性があると思います。で運転免許証とカード一体化したら、これ警察官がカードリーダーを持ち歩くことになるんでしょうかね。でそこでカードリーダーを読み込んで、警察官のがそこから個人情報を恣意的に抜き出そうという危険性もあるんじゃないですか。その辺はどう思いますか。デジタル庁村上統括官。運用が大きく変わるんじゃないかというところは、我々はチップで読むか表にも書いておくかということを主として考えてございます。で警察の件につきましては、今でも一部運転免許証もIC チップに入って警官の皆さんの読み取れるようになっている仕様のものも一部出てございますが、マイナンバーカードの場合も同じでございまして、オフラインでも現場が読める仕様にするということは、現行のデジタル化した運転免許証と同様の機能になることを想定しながら、詳細は検討を進めてまいりたいと思ってございます。伊藤岳君、はい、時間ですね。待ってます。当委員会での検討、丁寧な検討を強く求めて質問あります。他にご発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。これより討論に入ります。ご意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。伊藤岳君。私は会派を代表してデジタル改革推進一括法案に対する反対討論を行います。反対理由の第一は、本法案がデジタル庁のデジタル法制審査を通じて、今後各府省の法令の新規制定や改正の際にデジタル原則への適合性をチェックして、規制改革行政改革を合意強力に推進しようとする法的根拠を与えるものだからです。また各府省を通じて地方公共団体をもコントロールするものです。反対です。反対理由の第2は、目視や定期検査、点検規制、実地監査規制、書面掲示規制など7つの規制をアナログ規制として強引に規制緩和を推進することです。これらの規制は医療、介護、福祉、輸送、交通、インフラ、製造、環境など多くの分野で国民生活の安全安心を守るために設けられたものです。すでに保育施設の実地監査をリモートで可能とする規制緩和を行っていますが、多くの保育関係者から反対と疑問の声が上がっています。国民生活の安全安心を守るための規制を一律的強引に規制緩和していくことは容認できません。また重大な緩和策を本法案に盛り込まれた個別法を除き、国会にも諮らず省令改正などで行うことも
問題です。関係62法律を一括して改正する書面刑事規制については、インターネットを通じて広く知らしめることが利便性を高める点もあります。しかし、公示送達について、広く公衆一般にインターネットで閲覧を可能にすることは、極めてセンシティブな個人情報の漏洩、プライバシー侵害につながりかねません。その防止対策は未だ検討中であり、インターネットによる公示送達の実施ありきで、3年後に実施することは認められません。マイナンバーカードをめぐる誤交付、誤登録の深刻な広がりは、制度の不備を認識しながらも、マイナンバーカードの普及に強引に突き進んできた政府の姿勢に根本的な原因があります。教訓とすべきです。集中的に期限を区切った中で、強引なデジタル化を進めるべきではないことを指摘して、反対討論といたします。